現在ハマの帝国の頂点に立つ男、ヴィラセフの帝王ハマノ浩介。彼が放つ言葉は人々の心を傷つけた。何、俺に勝てるやついんの？おーい、何枚だ。男たちはハマノにおちょくられるために今日もプレステの電源をつける。今日はまさにハマノの時代。もう手をちょくるのさ、ハマノ。ガチ勢なんて揉め事のもと、すぐに晒して今日を考えるのさ。ハマノは思った、こいつらバカじゃん、楽しいだけゲームじゃない、個人的な意見は誰しも言いたい放題言うけれど、ハマの方が正しい。あっけの伸びちゃかき集め、僕らもう手をちょくるのさ、ハマノ浩介、ハマノ帝国最強。ボツだな。どこにいる？え、500の割に大したことないでしょ。今まで何やってきたの？今まで何やってきたんだよ。ちょっと遠いな、俺。でもな、あ、障害者じゃない、多分。かかってこい。来るんだ、天野。障害者でしょ、これ。ああ、怖えわ。GTA って誰にも彼でも売るなよ。え？障害者に決まってるよ、そんなの。絶対。え？もうホームが一緒よーって言ってもさ、入って。めっちゃ惹かれてる。ホームが一緒よーって言ってでしょ？え？変な奴はいるんだよ。知らねえ。ハマノショーって言ってからさ。ああ。わかんない。ハマノショーって。ああ。障害者か。いや、ラグがひどいな、これ。いやいや、ちゅう。なにこれ、携帯買ったに開くなや。すっごいラグ。手に経路開くんじゃないっつうの。あ、はい、ロケラーしか打てないやつ。はい、おつぅー弱っ。
倒してるよ。たまたまに位置が悪いんだって。木が。後ろがね、後ろ。燃えてる。燃えたるー。くそ。警察がうざいな。あ、ロケライトしか使えないね。え？しょうがないでしょ。おっ！2分値でさ、それはあるよね。わかんない、こっち。下の方っていうのかな。え？嘘だろ、おい。嘘でしょ？やられたら何でも言ってないね、こいつ。たまたまや。悪かった。リッチが。これさ、リッチって何？ランクとかじゃリッチが完全に。言い訳じゃん。うわ、リッチだもん。当たったのかな。うん、すいません、リッチって何ですか。バカはね、辞書で調べてください。いや、わからないんで聞いてるんですけど、リッチって何ですか。自分で調べてくださいよ。リッチぐらいわかんないんだよ、はい、いや、わかりません。リッチって何。そんなんだったらリッチやめた方がいいよ、君。いや、リッチがわからないと GT をやめる理由にはならないんですけど。はいはいはい、リッチは、いや、はいはいはいよじゃなくて、リッチっていう言葉がわからないんで聞いてるんです。リッチで調べてください、はい、あ、めっちゃ弱いですね。リッチで検索してください。いや、わからないで聞いてるんですけど、あとプラスしていいですか。弱いですね。ブレンドになれ。あ、リッチのせいですか。うわー、リッチだ。リッチリッチ。あれ、これもリッチのせいですか。あ、今僕にやられてますけど、これもリッチのせいなんですかね。リッチですね。リッチですか。リッチですね。リッチなんですね。すべての理由がリッチですか。都合いい脳みそですね。そうです。全部弱いじゃん、ね、超弱い。3対7なんだけど、お疲れとか言って逆にお疲れなんだけど、お前がさ、俺を倒してさ、俺を倒して何を言おうが別に俺の方が勝ってるから、別に君が強者じゃないからね、バカなんですか、ね、しかもさ、リッチって何ですかとかって普通に聞いてるだけなのにさ、辞書で調べてくださいとかってわけわかんないんだけど、リッチって何？やってるわ、まだ。ねえ、全然わかんないんだけど、マジで、障害者ですかとかって言ってましたけど、誰ですか、その障害者って。意味がわからないんですけど、君の方が障害者じゃないの？負けたらすぐリッチのせいとかって、リッチの意味がわからないんだけど。はい、そっちの方が障害者じゃないですか？あ、なんかまたやられてますけど、あの、やられたら何にも言わないんですか？これももしかして、リッチのせいなんですかね？はい、いいよ、浜田。ダサすぎだろ、何、リッチのせいって。キモ。リッチでしょ。何リッチってだから。聞いてるんだけど。リッチって何？答えてよ。別にさ、調べようが調べない。なんで俺が調べなきゃいけないの？素直に聞いてるだけなのに。お。ねえねえねえ、教えて。リッチって何？なんでロケラン使わないの？弱。何枚だ？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。何が一体大丈夫じゃないのか、じゃあご説明していただいていいですかね。リッチで調べてくださいよ、全然。なんであなたに調べてくださいよ、自分で、それぐらい。はいはい、あ、なんかロケラン直撃しちゃいましたね。これももしかしてリッチのせいですか？そうですね、リッチですね。完全にリッチですね。めちゃくちゃ弱いね。あれ、どこ行ってんですか？それ僕じゃないんですけど。え？誰と戦ってんですか？あれ、どこにいるんですか、リッチマン。あ、死ぬ？
あ、死なないか。あ、死んだ。やったー。何枚どーまだやってるんだ。ウケるな。何まだやってるんだ、ウケるなって。どういうこと？何リッチって。ウケるな。え、じゃあちょっとリッチってちょっと調べようかな。調べてください。はい。じゃあリッチの性って調べますね。うん、リッチの性っていう言葉使ってましたもんね、君。そうですね。はい、じゃあリッチの性っていう、言葉の意味を今から調べたいと思います。ですね、リッチってカタカナですか？浜野さん。はいはい。浜野さん、こんにちは。こんにちは。ちょっとだけ、ちょっと静かにしててくれる？ごめんね。リッチのせい。リッチのせい。あ、いつも動画見てるぜ。あ、すいません。リッチってリッチボーンですかね。関節症とか書いてありますけど、リッチボーン。リッチのせいって言ったら、リッチボーンって出てきたんですけど。まあ、それでいいんじゃないですかね。どういう意味なんですかね。フラグのせいで本命チョコが台無し。ゲットリッチ。意味がわからないな。何これ。リッチって何ですか？そろそろ教えていただいていいですか？有名な Google でも調べても何も出てこなかったんですけど。いや、それ調べるのがなんか足りないんじゃないですかね。もっと調べない方がいいんじゃないですかね。教えていただいていいですかね。そっちの方が簡単だと思います。あなたが使っている言葉なんで。もっと調べてください。もっと調べる、調べ尽くしたんですけど。すいません。君の地元で流行ってる言葉をここで使われても僕ら全然理解できないので、パソコンとかでもっとよく調べてもいいですね。普通に Google で調べて何も出てこなかった以上、君が言ってる言葉って何も意味がないことだと思うんですけど。もっとよく調べてください。だからなんでそこまで調べなきゃいけないんですか。本物ですよね、浜野さん。いや、もっと調べた方がいいよ。いや、もっと調べた方がいいよじゃなくて、君が言えばいいんだよね。で、見苦しいよマジで。意味のないこと言っちゃったよね。何枚だ。いや弱っ。お前なんか言ってたよね。お、何これ、はぁとかって言ってるけど、お前何対何なの。いや、 YouTube でベラ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 弱すぎ。なんかね、そういうね、言葉でね、はい、勝とうっていうねやつなんだよ。言葉で勝ってるんじゃなくて、僕はゲームでも勝てるし言葉でも勝てるんだよ。今の君の現状見てみなよ。僕に超負けてるよね。弱いと思った俺のこと。ゲーム俺結構強いんだよね。残念。そうですか。はい。え？浜野なんちゃらってやつかな。うわ、はい、煙で見えねえ。お疲れー。じゃないの弱っ。なんか YouTube でベラ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 喋ってるやつ、口だけ野郎だと思った？君より強かったようだな。だから強いからなんだっていうのよくわかんないんだけど。強いからなんだってよくわからない。君が言ってたんだぜ今。口でしかどうたらベラベラって言ってたから。だから僕は口だけでもないし、ゲームのこと、今ゲームの内容をやってるんだから、別にゲーム強いか弱いかの話がしたかったんじゃないの。違うの。話聞いてます。じゃあなぜ君が言ったの。話聞いてます。話聞いてないの君だよね。じゃあそろそろ教えていただいていいかな。リッチのせいってどういう意味かな。話聞いてますってそういうこと言うんですよ。リッチのせいってどういう意味ですか。はい、何か勘違いしてませんかね。話聞いてますかって、あなたが聞いてますか。立地のせいって何ですか。はい、どうぞ。あなたがそれ答えるんだったらいいんじゃない。調べたらいいじゃないですか。で、何だから調べればいいじゃないですかって。君ループ好きだね。だから調べた結果何も出てこなかったので、君に聞いてるんです、ご本人に。立地のせいって言ったご本人あなたですよね。だから僕はあなたのご本人に聞いてるんですけれども。いや、笑ってる場合ではないよ。立地のせいってどういう意味ですか。立地のせいであなた僕にキルして負けられてるんだよね。負けてるんでしょ、立地のせいで僕に。いや、自分で。はい、だから教えてくださいよ、リッチのせいって。マジで見にくいですよ、君。早く教えてくださいよ。ん？リッチって何ですか？ねえ。はい、調べてください。調べてください。あなたさっきからすごい矛盾してますよね。なんかロケランしか使えねえとか言ってるけど、最終的にロケラン使うんだったら最初から使うのやめた方がいいんじゃないですか、その言葉。大丈夫ですか、頭の方。追いついてないですよ、過去に。もう忘れちゃったの、鶏？ははは。ゴミじゃんマジで。ね、ロケラン使ってもザコ、ライフル使ってもザコ、口もザコ。なんかやってる意味ある？ VC つけて、なんかさ、みんな煽ってるようだけど大丈夫かな。
意味ないんじゃないやってる意味。才能ないからやめた方がいいよ全体チャット。フレンドにすれば明かす。ですか。ねえ早くそろそろ答えてくれないから。立地のせいでどういう意味かな教えて。どうぞ。はい。あれれれれ音楽流すしか脳がなくなっちゃったの。え、そうでしょ。気にしなくていいよ。こんなの何気にしなくていいって。ただうるさいだけだもん。ただうるさいだけ。何がただうるさいだけなの。ねえねえ何も言い返せないからってただうるさいだけで片付けんのやめてくれない。面白い、うるさいだけ。これも逃げるからね。もうこの言葉で皆さん。マジで。お前らの好きな今ゲームの内容で戦ってやってんだよ。ほら。これ、あ、なんか言う？あれ？最初の方すげえ言ってたのに何も言わなくなっちゃったじゃん。ゴミすぎ、ブレ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 。ブレブレすぎだよ。いきなり喋ったらこんなビックビックしちゃうもんね。マジでビッグカメラかお前は。ゴミすぎんだろ。笑ってごまかしてんじゃねえよお前。マジすげえな。よく喋るな。あごめんね俺のあのロケットランチャー追跡機能ついてるから。あのバカ追跡機能つってバカに自動的に行っちゃうんだよ俺のロケットランチャー。喋んなくなっちゃったからね。喋んなくなっちゃったから、勝ち逃げしまーす。楽しかった。何枚だよって何枚だって。楽しかった楽しかった楽しかったですか。でね、なんでそうさ、なんか最初元気だったのに何も言い返せなくなっちゃったら黙るの。ね、友達に逃げるのやめた方がいいよマジで。傷の舐め合いだけだよそんなの。何枚だ。ねえ傷の舐め合いでしょ。なんかフフ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 。もう一回言ってほしいの本当のことね。僕がこのセッションに抜けてしまったらですね、あいつ早口だったな、あいつ気持ち悪いな、あんなやつほっとけばいいよって言って友達同士で傷の舐め合いをしちゃうでしょ。ペロ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 傷の舐め合いね。傷の舐め合いわかる、ね、こんなことをしてなんか自分がなんか正しいですみたいな意識を確認し合って今日お休みぐらいするわけでしょ君たちはね。じゃあそうだね、じゃあお疲れ、じゃあまたねとか言ってで寝る前に考えるんだよね俺のこと。うわあいつマジでさとかって悔しがってでフレンドの前ではカッコつけてどうしようもないね君たちってね。本当にね最初さすげえ叫んでてさ喋ってたのにさ、こうやって喋られたらなんかシカトしてます僕、こう僕もうこんなやつなんで相手にしてませんよみたいな感じの空気さ出しちゃってるけどさ、もう遅いよそんなのマジで。お前マジで防御力ゼロ、防御力ゼロだからねお前らマジで。そろそろリッチのせい答えてもらっていい？ね、苦しくなってきたんじゃないの？立地のせい答えるのが。ねえ、調べてくださいも言わなくなっちゃったね。はい、何も喋んなくなっちゃいました。うん、なんか喋るとさ、喋らなくなっちゃうんだよね。何だったんだろうな、最初の頑張りは。あいつらのケラ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 。みんなもね、こんなやつにはならないように、しましょう。じゃないと、俺がおちょくりに行くぜ。じゃあな。